はい、ありがとう生態の平野です。最近のですね、脂肪取りという、施術をね、始めた頃からですね、より、ちょっと次元の高いですね、施術と、結果が、生まれてきた、その、ちょっと説明をですね、してみたいなと思います。3年前にね、靭帯の、緩みという問題を見つけて、からですね、面白いことが続々と、来たんですけども、その靭帯が緩んでいる場合は、関節が動きすぎてしまうので、この緩みはごめんなさいと、出産だとか、麻酔だとか尻餅だとか、今日来た人だと多分、自分が生まれた時にね、どうもこう緩んでしまっているのではないかなっていうのは、人が来たんですけども、とにかく靭帯が緩んでる、ネジが緩んでるのを、カバーするために、筋肉は硬くして、守らなきゃいけない。それは例えば、体の軸が崩れてる場合もそうですね、崩れてるんでそれを、なんとかこうね、こうつっかえ棒をして、守る、ねじれるのをつっかえ棒をして守る、そういったことも、含めて、筋肉は、緊張して、わざと緊張させて硬くさせて体を守るというシステムが出来上がってしまっている。これはそういう形でしばらくやってきて、すごく効く場合と、それだけではなかなかですね、それ以上進まないという方がいたことは実際にありました。ただその部分というのはもう本当に日本中でも私しかということもないけども、ほとんど触れられないことなので、本当に全国からね、こう来ていただいて、いい結果が出た人もいれば、出ない人というか、そこまでは行くんだけども、そこから行かない人で、それを研究していくとですね、今度はその治る人たちというのは、靭帯の緩みを、解消してあげて、ネジを締めてあげれば、自然に脳からの、その信号として、じゃあ筋肉は緩んでいいんだよね、もう守らなくていいんだよねっていうふうに素直に、変わる人はそのまま、すごく良くなっていく。で、今回見つけた、チャクラ療法というのを、昨年の、7月に見つけたところから遡って考えてみれば、緩んでいい筋肉の状態なんだけども、それを今度は、脳がそれを何て言うのかな、かたくなに、守りなさいという信号をずっと続けてしまう、状態にあることをですね、チャクラ療法によって脳からの指令をもう一度切り替えてあげる、筋肉に対して緩んでもいいという信号をね、送り返してあげる。でそうすることによって、本来、筋肉が、緩むというふうに、緩んでいいという状態になる。で、今回、昨年の12月に見つけたのが、脂肪の問題なんですけれども、その硬くなっている筋肉を、これは今度は、傷つきやすいわけですね、こう動いた時に。それを守るためにクッション剤として脂肪を、筋肉の周り、皮下脂肪を集める、その脂肪を集めてクッション剤にしている、していたのではないかという、推測です。ですから今回はもう一つはですね、筋肉が真に緩むためにはですね、その守りすぎている脂肪を、もう一度脳からの指令を、チャクラ療法によって、そこにもういらない、いらないんだよという信号を送り返してあげる、脳にその脂肪が、あるということを認識させる、もう取れていいという、取れていいという脂肪があるということを認識させてあげる。でそうすることによって、その脂肪がですね、筋肉の動きを邪魔しているものが、取れると、そうすると筋肉は本当にですね、靭帯の緩みだとか その補正をする必要もないし、今度は邪魔をするというかね、今までは守ってくれてたんだけども、もう守ってくれなくていい、脂肪が、がんじがらめに、絡みついていたものが、脂肪が取れることによって、筋肉はスムーズに滑らかに動ける。ということで、本当にいろんな、面白い現象がね、こう痛みが取れたり、本当にこう姿勢がすごい変わったり、しゃがめないものがしゃがめたりだとか、この顔の問題もそうですけども、本当にすごく変わる。それは、そういったところをしっかり、順番で、整える、その順番を見つけるのもね、すごい時間がかかってしまったんですけども、
とにかく今の現代人はですね、ネジを締めたから勝手に緩んでくれるのではなくて、もう一度脳に再認識させてあげなければいけない、そういった点がいくつかあることを発見しました。そしてその解除の方法として7月に見つけたね、チャクラ療法がものすごく役立ったということで、本当にこうありがたいことをですね、本当に私のこの弱い頭ではね考えつかないことなんで、本当に誰かからこう教えてもらってるなみたいなことがあって、今ここに至っています。今年もですね、本当にまた新しいことをね教えてくださるんじゃないかななんて考えながらやっています。一応そういった理論をもとにして今施術をさせていただいています。これが説明でした。